ソフトバンク 911t は東芝が開発し、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA 通信方式の携帯電話端末。2007年3月17日に発売された。ここでは2007年12月15日に発売のマイナーチェンジモデル、ソフトバンク 920t についても記述する。2014年3月8日以降、モバイルスイカは非対応 ソフトバンクモバイル向けの東芝生端末としては、初のスライド式である。三点零インチワ YWGA 液晶、ワンセグ、三百二十四万画素、CMOS カメラ、横画面での PC サイトブラウザ、フェリカなど二千七年春モデルの中では最も機能が多い。ほぼ同時期に発表、発売された a u w 五十二 t とほぼ同じようなスペックで、あるが、デザインは、 W52T の丸みを帯びたスタイルとは、対照的にスクエアな外観になっており、全体的に角張った印象となっている。W52T の後継である、W54T とほぼ同一である。3インチワイド VGA 液晶のために、メール本文や電話帳の一覧性は高いものの、メニュー画面をはじめとする GUI やフォントなどは、レスポンス、電力消費等を考慮して、 クベガで作成されており、フォントのギザギザ感が目立つなど、ワベガ本来の精細さを生かすことのできるコンテンツは限られている。また、ワンセグは保管処理を施し表示することとなり、ディスプレイの精細さを生かすことができない。期間限定で、オークリーの Bluetooth 搭載アイウェア、オーロカーがセットとなったパッケージも販売されていた。920T は、 ワンセグに録画機能を追加した上でボタンの配置を変更するなどした 911T のマイナーモデルチェンジである。ボタンの配置がソフトバンクモバイル向けのシャープの端末に近くなった。また、ワンセグ機能には東芝の液晶 TV ブランドであるレグザの技術を初めて搭載した。本体には記されていないがワンセグ起動時にレグザの表示が現れる。 2007年7月以降の出荷分はいずれも修正版となっているため更新の必要はない。ありがとうございます。